皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は桜が満開の中目黒に来ています。ここから春の東急線に乗って蒲田駅へ向かいましょう。今は平日の朝の時間帯、まだまだ東横線は混雑しています。中目黒駅は東京メトロ日比谷線の終着駅でもあります。まず東横線で多摩川駅を目指します。日比谷線ご利用の方はお乗り換え。各駅停車の車内は席が埋まる混雑でした。急行は日吉と菊名で各駅停車にお乗り換えいただけます。ご利用のお客様は4番線でお待ちください。少し先を急ぐので急行電車に乗り換えます。田園調布では東急目黒線が合流して複々線区間となります。これは目黒線の前身の目蒲線が田園調布と多摩川園を並走していた頃の名残です。今の目黒線は東急東横線のバイパスとして武蔵小杉、日吉へ複々線化して延伸しました。本来の目蒲線へは次の多摩川駅で乗り換えとなります。中央の線路は東急目黒線です。2023年度には新横浜へ直接行けるようになります。次回は東急多摩川線に乗って蒲田駅へ向かいます。ご視聴いただきありがとうございました。